もう一回やっていい？これ取り直していい？この一連の流れ。本気で言ってんの？ものすごく美味しい。美味しいね。本当ね、バカにすんじゃないよ。本当に。天国か地獄かで言ったらまあ天国かな。何？お前。すげえむずいんだけど。ですね、ジン君、高井君の2人でノブ TV やっていきたいと思いまーす。はい。はい、今日はですね、マスネファインワインさんをちょっとご紹介させていただきまーす。世界最優秀ソムリエが認め、世界中のミシュラン星付きレストランや、有名ワイン評論家からも認められて、世界中のワインコンテストで数多く受賞しております。チリ産の高級フレンチスタイルのワインになります。うんうん、あのフランス産のブドウ樽機械製造法とフランス産と同等比になるように製造されており、オールドワールドのエレガンスとニューワールドのフレバーをフュージョンしたワインブランドになっております。今回はですね、そのマスネファインの中でも、カテゴリーが一番トップランクに当たるあのドヌムプレミアムシリーズという、3本をご用意させていただきました。はい。ただ、ジン君はちょっと輸送中に1本割れてしまったので2本になっております。ご了承ください。ボヌムプレミアムは、数量限定で生産されており、世界のワイン愛好家のために作られた、至高のプレミアワインになっております。早速、ちょっと気になるものから飲んでいただければと思いますが、ちなみにこのワイン、多分フランス産で同じ製法とか同じように作るとですね、数万円から数十万するワインになっております。俺、ソムリエさんに怒られないかな、この開け方。ジン、はい、どうやって開けるかわからん。俺のどこをどう聞かせたらいいんだ、これ。刺すじゃん。ああ、こうか。こうねじ込んで。いけた。どうですか？ああ、美味しいです。ああ、久々ワイン飲んだな。ちょっとでもあれだね、やっぱワイン飲むとそういうもん食べたくなるね、うん、オイスターとかさ。俺でもなんだろう、今パッと出てきたのはさ、名前が分かんないんだけど、多分フレンチとかでこうお皿に乗っていて四角くて、フォアグラ、野菜とかなんだけど、海鮮とかなんだけど、なんかこうさ、ゼリーみたいなので固めたやつ。あれだ。名前教えて、あれの。コンフィールみたいな感じだよね、なんか。そんな混乱するような感じだった。コンフォート。本当になんとかのコンフォートみたいな。テリーヌ。テリーヌ答えが来た。テリーヌね。テリーヌってなんかちょっと茶色い感じがするんだけど。あ、でもそうそうそう。こういうことを言ってた俺は。それはテリーヌで。テリーヌ。テリーヌ。うん。だけんな。あ、もうこれとかもうほらほら、お野菜いっぱいな。ああ、もう僕の親はもうだから、コンフォートとテリーヌの違いが分かんなかった。俺にテリーヌをくれ。テリーヌを頼むとこが一番。ちょっともう一個の白ワインちょっと飲み比べてみて違いが。ボルゴーニュという名前の白ワインでして、ブルゴーニュスタイルとか。ブルゴーニュね。はい。味はですね、クリームやオイルのような滑らかな口当たりで柑橘。ちなみにそのボルドースタイルは滑らかじゃないの？ボルドーね。その特徴って何なの？ボルドースタイルはですね、グレープフルーツの皮のようなフレッシュさと酸味のバランスがとても非常に良い、辛口の白ワインになっております。ああ、多分俺そっちの方が好きだな。ワイン。すげえ、たくそ。勉強したいんだけどね。ジンでもすごいのワイン飲んでるイメージだよ。いや、だからずっと勉強してんだけど、一生わかんないんだよね。めちゃくちゃいい音してる。めちゃくちゃいい音してる。
ここもうあれじゃない、もうジンタカでいいんじゃないそうだね、忘れてた、すっかり俺ら、うん、あの、ちゃんと曲出してるからね、何気に。そうね、一回ね。そうそうそう、そうそう。だからちょっともうそろそろ第2弾行きたいくない？おお、何？セカンドシングル？セカンドシングルか、もうアルバム。フルアルバム。フルアルバム。うん、それさ、飲み始めてからの会話じゃない？あ、そうか。なんで乾杯前のあれなの？チリに乾杯。ああ、なるほど。え、でもこれもすごく飲みやすくない？うん、濃いけど濃くないというか、すっきりしてる。あ、これめちゃめちゃ飲みやすい。これ何欲しいかな。これはもう、ホタテのカルパッチョとか海鮮系じゃない？オイスター。オイスターいいね、そうね、こっちの方がやっぱこれテリーヌだね、さっきのはね。そうテリーヌでこっちオイスターでしょ。これは俺なんかオイスター食べたい。わかるわ。わあ。こんな。もうなんかね、でもオイスターの味してきたよ。もはや。いけるよね。うん。想像できるよね。ものすごく美味しい。美味しいね。めちゃめちゃうまい。今日はですね、この美味しいチリワインによく合う、食材を。オイスターではないんですけど、用意させていただきまして。おいやいや、もう完全にオイスターとテリーヌですよ食通のお二人の舌なら味の違いが敏感に分かると思いますので、今からですね、お二人には食材の味の違いを見極めてもらうゲームをしてもらいたいと思います。高井くんから始めたいと思うんですけども、世界最高級の生ハムを当てていただきたいと思います。何それ、すげえ。おー、なんかこのハムですね、世界一高いハムとしてギネス認定されてるハムでございます。いいなぁ、そんなことをできるようになったの、ノーグッド TV。はい、ちょっと奮発してしまいました。なんか普通の、なんか地上波みたいじゃん。いくら ?142 万9000円。マジで言ってんの？マジで？あ、1本で。あ、あのね、あのスペイン料理とかにある、あれで。はい、なんかさ、なんかこういう、なんかドラマとかでこういうキャラクターやってそうだよ。まあ言っても俺スペイン料理も行ってますからね。まあそうだよね。友達がスペイン料理屋やってて代官山とか中目黒で、まあイベリコ豚とか食べてきましたよ。そのハムはスペイン王室の献上品にもされてるハムでございます。ほら。はい、じゃあ、手から行ってみましょう。はい。お、大きい。はい。じゃあ、続きまして B 行きたいと思います。はい、じゃあ C 行ってみましょう。え、例えばやっぱ違う味。違うよ。おいしいよ。まあ、はい、食べて忘れちゃうのが嫌なんだろうね。いやー、いいですか、取って。はい、取ってください。はい。ほんとね、バカにすんじゃないよ。ほんとに。こんな感じ？ふざけるなと言いたいよ、俺は。そんな感じ。いやもう舐め腐ってるね。あ、そう。このテレビは。ノーグッド。ノーグッドすぎる、報道があるよ。誰だと思ってんの、俺のこと。失礼しました、大変。じゃあ、正解を。そんなに？もうそんなにだ。いいですか？はい、正解をどうぞ。C です。いやいや、ピンポンじゃないよ。舐めんじゃねえって、本当に。マジで。はい。もうだってほら、もうプロシュートだしね、まずね。そうだね。B は、コンビニの生ハムです、うん。はい。はい。いやいや、コンビニのもいいとは思いますよ。ちなみに、今食べていただいたの 50g で1万円ですね。めちゃくちゃ高い。50g? まだもうほんとちょっとです。5年熟成のレアルベジョータ、ハモンイベリコ豚の生ハムでございます。
高柳もいいもん食ってっかんね。はい、当たり前だよ、お前誰だと思ってんね。そうだよ、大変失礼しました。もうっていうか、あのごめん、もう味が違うだろ、これ見てわかるでしょ。もうもうどういう味がするかさ、わかるじゃん、見たら。わかんない人はわかんないのかな。これはわかる。わかるんだ。これはわかる。こんだけ違かったんだ。うん。じゃあ、続いて、ジンくん、行ってみたいと思います。はい。頼むよ。俺のもハム。チーズをご用意させていただきました。チーズね。はい。で、ジンくんは、高いもの当てるんではなくて、ハードタイプのチーズを3種類用意させていただきました。はい。ミモレット、エメンタール、パルミジャーノ・レジャーノ。3つですね。これはもう、ね、ジンバカにされてるよ、これ。種類違うんだもん。全然違うからね。ミモレット。それを当てていただければと。全然全然もう、全然、はい、ミモレットとエメンタールとか、全然違うからね。ビタミンと水銀ぐらい違うからね。そうだね。そんなに離れる。それがチーズ通だね。俺なんか牛乳と豆乳ぐらいな感じだったけど。A からいきたいと思います。なめんなよ。マジで。じゃあ A いってみたいと思います。はい、A です。ちょっと半分。この生ハムないですか？ありますよ。ください。めちゃめちゃうまい。ワインのおつまみ。やべよ。このワインとの相性。もう、合う。めっちゃ合う。続いて B いきたいと思います。もうなんか、ワインがすべてオッケーにしてくれる感じ。はい、大丈夫です。じゃあ C 行ってみましょう。でかいんだよ。こういうのってやっぱもうすごいかけらでくるからね。それでもやっぱ我々見抜けるっていうところ、もう見抜けない前提で来てるから。でもこれはね、白か青。いやああはい、はい、じゃあ目隠し取っていただいて、はい、ABC2 番はパルメジャーノ、1がエメンタールで、 C がミモレット。あ、怒ってるよ、俺も。もうこれはもうね、うん、舐めてるね。俺がどんだけチーズを食ってきたかな。じゃあ正解こちらです。あー、そういうことね。どういうこと？ごめん、俺ミモレットとエメンタールのあれもうそもそも間違えてた。記憶し間違えてたってこと？記憶し間違えてた。なるほどね。本来、まあ、もうこの問題に関しては本来なら間違えてなかったんだけど、ワインとチーズの相性の良さ、目隠しして、こう、研ぎ澄まされてただけかもしれないけど、クソうまい、このワイン。ありがとうございます。チーズを食って。いや、ジン、全然研ぎ澄まされてないんだよ。間違ってるから。え？間違ってるから、さっきも、今も。もう感覚が研ぎ澄まされてるから。研ぎ澄まされてないんだよ、だから。間違ってるから。もう一回やっていい？これ、取り直していい？大丈夫です。はい。じゃあ、この一連の流れ。本気で言ってんの？どうしたいの、お前。次はですね、二人一緒にちょっとやりたいと思います。3種類チーズを用意させていただきまして、3つの中で一番値段の高いエポワスというあのチーズがあります。ああ。それを当てていただいて、どれがエポワスかっていうのを当てていただければと思います。え、ジン食ったことあるの？もちろん。エポワス？駄菓子のように食ってたよ。ちょっと俺はさ、多分食べたことないから、ちょっとそこはさ、協力しようよ、二人で一緒に行くんだから。あ、俺らが戦うわけじゃないんだね。どんなものかってだけ一言ちょうだい。エポワス？うん。まあ、塩分高めかな。
海と山で言ったら海、うん、天国か地獄かで言ったらまあ天国かな。わかった、非常にわかりやすかった。はいはい、チーズ。じゃあ A から。これ目隠しする必要あるの？もう味覚だけで判断していただくっていう。あ、なるほどね。クラッカーの上にチーズなんて。じゃあはい、はい、クラッカー、はい、ジンクも、はい。クラッカーがないんだけど。これはエポワスっぽくない？はい、じゃあ B いってみます。 B です。ずっしりきたぞ、さっきより。うわー、エポワスっぽい。うまっ、このチーズめちゃめちゃうまい。エイジングのかかった味です。ああ、すごい。今だもうずっと味しますし、ずっと匂いがこう出てますね。じゃあ続きまして、はい、いや今もうここに来た時に匂い違うぞ。わ、はい、もう、はい。どれが一番高級だなと思った？高木、単純に C はもう何食べたか分かった。おお。で、さっきのジンのヒントがあったでしょ。はいはいはい。海か山だったら海だと。うんうんうん。天国か地獄だったら天国だと。あともう一個あったね、塩味が強いと。そう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 、うん、だから岩塩ではなく海塩であって。そうだね。ジンは塩味が強いって言ってたからマイルドではないわけだよね。そうだね。それで天国か地獄ってことはマイルド？どういうこと？ごめんね、ちょっと待って、どういうこと？それはあの天国の捉え方は人それぞれだから、うん、なるほど。ジンは食べたことあるわけでしょ。まずはまあまあ、このだって今の 1,2,3,ABC だったらもう明確に違ったから記憶がやっぱ蘇るじゃん、こう匂いとかってパッと。全然違う、もう過去にエポワス食べた時の全然もう思い出が。でしょ、一緒にエポワス食べた子も出てきた。うん、なるほど。じゃあもう答え分かっちゃってるね。分かってる。でそれは A の時か B の時か C の時、どの時にその子は出てきた？僕は B の時に。じゃあじゃあじゃあもう B でいいね。B でいい。B にしましょう。はい、じゃあ正解発表しちゃいますよ。はい。はい、じゃあ正解は B でーす。ちなみに 250g で3700円。もうちょっとください。ね、このワインを購入していたくれた中からですね、抽選でですね、今日の収録の未公開映像をプレゼントしちゃいます。ごめんなさい、ちょっと聞いてませんけど。なんだろうね、別に全部さ、喋ってるんだけどさ、未公開映像出しますって勝手に言われると焦るね。いやいや、もう暴露だったし。これ普通にこのワイン、今日本でそのインターネットとかで買えるってことですか？ですね、それがですね、ノーグッド TV のために輸入したと言っても過言ではないぐらいな感じです。おお、じゃあその輸入した分の本数が限定されてるけど。はい、今回このためだけに輸入したワイン。おお、すごい。普通に欲しい、これ、はい。いや、めちゃめちゃうまいっす、これ。赤は開けずにいるからね。高行、この赤めっちゃうまいよ。めちゃめちゃ飲みやすい。ちなみにさ、あなたワインのグラスやってなかったっけ？ああ、やってるやってる。デザインね。それ今日ないの？ない。すごくかっこいい。スタイリッシュなグラスで僕も使ってるんですけど、家で。それまだ売ってんだよね。あ、もちろんもちろんあるよ、作ってるよ。チェックしてみてください。高行、この後何あんの？仕事？ないと思う、今日は。あ、今日ないんだ。あ、打ち合わせはちょっとあるけど、まあまあまだ。なんで？飲みたいの？このまま。ちょっとね。
いいよ。